かわいい。わかったみたい。君のすべてをわかりたい。なんでよ。というわけで、北上センターまでは来たんだけれど、北上センターってこれじゃ、あ、違った、あれか、鬼退治フェスやったところかの前に、ごめん、とりあえず一旦回復をして、あまりにも満身創痍なのでこれはやばい。ありがとうございました。それでね、ちょっとさっきのすぐりくんと戦った感じ、旧メンバーじゃないと相当厳しいんじゃないかなと思って、だから丸々戻してもいいんじゃないかなと思ったんですよね。いや本当に申し訳ない、新しいポケモンがねいっぱいいるのが今回の DLC の見どころでもね間違いなくあるんですけれども、ちょっとねこれからすぐりくん、まあでも最悪最低でもあと1戦は多分あるでしょう。まあ多かったらあと2戦ワンチャン3戦ぐらいする可能性があり、その度に前回より前回より強くなるっていう風になってったら、ただでさえポケモンの相性とかタイプ有利とかを即座に判断できない私にはちょっと厳しいなと思い、申し訳ないんですが一旦パーティーを戻しますね。これでも厳しいんじゃないかなと思うんだよな。私のパーティーね、地面かな、なんか何かのタイプにやたらと全員弱いところがあって、どっかのジムでね、あ、縁日まだやってるんだ。昼間の縁日ってのもまあ屋台が出てるとかはあるけど、なんかちょっと新鮮だね。あんまり私がいる地域では、うん、こういうね屋台はあってもまあそこまでって感じが、あんまりお祭り感ね調子についてるしね、新鮮です。うん、どっかのジムでもねすごい苦労した記憶があるからちょうどいいと思う。元のパーティーに戻しても、なんか集まってる。今のところ3匹が来た、トモコたちが来た感じはないけど、なんだ、言い争ってる。新藤愛さんいらっしゃい。来るのがちょっと遅かったですよ。なんだろう、なんか配布でもしてたかな。おっちゃん、トモコ来なかった？トモコ様、そういうのいいから。あー、うん、そうだね。おっちゃん、おっちゃん。仮人の人は、まあ、元の伝承しか知らないわけだもんね。この子は全く。そうそう、そうなんです。なんと、さっきまで、ともっこ様がセンターにいらっしゃいました。あ、じゃあ、まあ、普通に顔を見せるんだね、あの3匹は。北上センターで保管していた、輝くお面を持っていこうとされましたので、センター職員一同どうぞどうぞとお返しした。まあそうだよね。町を救ったとされる英雄が戻ってきてお面をね欲しがってりゃ、そりゃそりゃどうぞどうぞだよね。なんならちょっとお金も足しますよぐらいのもてなしだよね。お茶飲んでってくださいだよね。いやーそうか、でもお面持ってってどうするつもりだ。鬼をあの3匹がわざわざ倒す理由ってないから、ただ自分の家に持って帰りたかっただけなのかな。あげちゃったの。お腹を空かされていたようで、スパイスたっぷりの北上餅を
一瞬で平らげてくださった。まあまあね、英雄として思っている、いたのであれば、これは嬉しいだろうね、むしろ。あ、そんなにいっぱい食べてくださるんですね、みたいなね。嬉しいけど、アンジャッシュ。もてなしちゃったの。そりゃそうだよな。北上餅は栄養満、あ、いや待って、これあの3匹と戦う流れだな。強くなった3匹と戦う流れだな。だとしたら私あの墓から出てヌンダフルとか言ってた瞬間に思いっきり横の頬をビンタしといた方が良かったかな。それぐらいの勢いでいやまだね、なんかあの時点で敵か味方か分かんなかったから何もしなかったけども、もっと大きく強くなられますな。トモッコは悪いやつで、お面はオーガポンのものなのに。本当のこと言えないのしんどい。まあ、ちゃんと守ってるのは偉いね、ほんとゼイエさん。しかし、そうか。戦うんだな。で、トモッコたちは今どこなの？鬼ヶ山に登っていかれた。ん？もしかしてお面返す意思があるとかじゃないよな。なんでだ。あ、いや、え？いや、おかしいか。今、緑のお面も、なんならかっさらおうと思っていったのかなと思ったけど、すぐりくんじゃないや。今私たちが持ってるもんね。まあ、それを知らないってだけの話かな。恐れ穴に潜んでいる鬼をやっつけに行ったのかもしれない。さすが我らのトモッコ様じゃ、頼もしいですな。はっ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 はじゃないんだけど、まあでもこれはしょうがないね、もどかしいけど。本当の歴史が正しいならきっとトモッコたちオーガポンに復讐しに行った。まあそうだね、仮面をもう一個取りに行ったか復讐しに行ったかのどっちかだよな。まあそれか、ねえ、確率低いけど謝りに行ったかだよな。鬼はお面の力で戦うって言われてる。お面を持ってないオーガポンが今襲われたら負けんじゃない。ああそうか、そうだね。助けに行こう。私も同じ気持ち。でも手分けしないと。あんたは恐れ穴にオーガポンを助けに行って、私はお面を直しに一旦家に戻る。そっか、お面とかけらいい。まあそれか、もしかしたらあのね、お面の何かを嗅ぎつけているのであればおじいちゃんも危ない可能性があるから。ありがとう、ゼユさんが一緒にいるっていうのは大事だね。直したらすぐ合流するから、オーガポンのこと頼んだよ。まっすぐな人だね。いや、まっすぐと言っていいかわかんないけど、根はね、間違いなくまっすぐで、優しい方だよね。ちょっと、この辺の会話は気になるな。ニコニコだね。皆さん、素晴らしい飛び切りスマイル。トモッコ様、意外と目つき悪くない？ダークヒーローなのね。君は見た？なんか CM みたいな。君はもう見たか？今年の夏、ポケモンの映画が。トモッコ様がセンターに来たんだ。トモッコ様が蘇った。こりゃめでたい。キャ、マシマシラ様と目が合っちゃった。この人だけなんかニュアンスが違うな。ライブに行った時の私と同じ波動を感じる。大丈夫ですか？ちゃんとファンさせてもらいました。ビビハートしてってうちは作った方がいいですよ。で、恐れ穴か。大丈夫。いやーでもなん、どうだろうな。ポケモンってね、まあ、基本はその優しい世界みたいな、おぼろげにみんな仲良くみたいなイメージあるけど、歴代のポケモンのいろんなシーン振り返ってると、結構大人なシリアスの話っていっぱいあるよね。N とかそうだけどさ。
あとなんだっけ、ホイキングの話とか、なんかね、その辺結構なんか人間の悪い歴史みたいなのをマイルドに描いてるというか、ポケモン界で描いてるみたいなのあるから、仲直りしに行ったと見せかけて本当にめった打ちにしに行ってる可能性なくはないもんな。あ、行き過ぎちゃった。登りすぎちゃったね、ごめんね。あれか、あの観光地になりそうな岩があるねって言ったところのこの辺だね。あったあった。あ、いる。大丈夫か。後ろから羽交い締めに今のうちヌンダフルだけでもん。いやー、攻撃してるっぽいな。ヌンダフル仲直りしようとしてる感じではなさそう。あー、かわいそう。ガオかわいそう。これは守らなきゃ。基地ポニー大丈夫。ポニオじゃない。いやー、やる気だね。この3人はよく意思疎通をするな。しらー、やる気だ。巻き、じゃあマッシャ、マシッキャー、マシッキャーって言いづらいな。レベル70か。マシマシラ、これ何タイプだ。全員悪があると考えていい。いやでもなんか他にわかんない。あ、でもあれか、これ色に対応してんじゃない。 BGM かっこいい。マシマシラが水、ヌンダフルが、草で、あのキチチチが火じゃないかな。そしたらソーラービーム効くんじゃないか。ホゲマルだったら一発は耐えてくれると思う。めちゃめちゃ雨降ってきた。悪巧みこれは悪ですね、間違いない。いや、わかんない。あ、大丈夫大丈夫、光を吸収。未来予知、これやばくないか。これ避けられる、大丈夫か。いけ、全然効いてねー。キャッキャ。ということは水とかじゃなさそうだな。悪かな。シャドーボールいっとくか。めちゃめちゃ未来予知するね。これ技もなんか関係あるのかもな、この3匹の。あ、いいね、やっぱそうっぽい。んげげー、もはやマシマシラと何も関係ない言葉出たな。倒したっぽい。これ三連戦っぽいかな。ひー、完全にただの猿になっちゃったマシマシヌンダ、ヌンダフルじゃないの。ちょっと私、ヌンダフルくんがヌンダフルって言ってくれるのをだんだん期待し始めている。あ、あ、すぐりくん、こら、あんたら、あ、いや、もうなりふり構ってられないもんね。多分家にすぐりくんがいて、状況をもう説明して一緒に来るって感じになったのかな。こうなったら一人でも戦力いた方がいいだろうしな。3対1なんて卑怯な真似するじゃない。一匹で戦ってくれたけど、どうなんだろう。あたしらが来たからには、あんたたち、蘇ったこと後悔させてやるわ。すぐりくん大丈夫か。サルル、本当にサルって言った。あ、逃げた。賢いな。部が悪いと踏んだか。はん、私の強さにビビったようね。皆さんびしょ濡れだけど大丈夫。え、振動愛、あと、え、ちゃんと言いな。あれ、なんかもう仲直りっていうか和解する感じ。
お面のこと俺カッとなっちまって。いや、全然私は本当にバカなことさした。全然全然嫌だって。いや、本当に仕方がないことだと思う。だってまだ、ね、年もあれだろうし、その私思い返してみれば、今までなんか仲のいい友達とかができない中で、やっと分かり合える心を許せる友達の私ができたのに、実は裏でみんなと同じみたいに笑ってたんだって。鬼のことを隠されたってこともあれだけど、その辺含めてめちゃめちゃ本当に心が痛かったと思う。何を信じていいか分かんなくて。だからあれは怖かったけど、でも仕方がない反応だとは思う、本当に。だからごめん。全然いいよ。ありがとうっていうか、こんなにちゃんと謝ってくれて。進藤愛、ありがとう。いい子だなぁ。いや、なんかてっきり、なんか最後の最後まで引っ張ってくのかと。なんならマシマシラたちが味方で、鬼の方について、こう、ほんとボスとして戦うんじゃないかまで思ってたから。ああ、よかった。すぐりくん、よかったね。いや、もう、一生離さないよ。しょぼくれてたから、首根っこ掴んで連れてきたの。なんか、よかった。ポニオ、よかったね。でも、鬼と会えたんだ。お、本当に鬼様じゃ。すごいね。すぐりくんはパッと見てわかるんだね。まあ、説明があってきたのはあるんだろうけど。お姉さんと私はね、すぐに鬼ってわかんないで、あんな子いたっけって感じだったけど。わや、めんこいなー。君のこと、私は思ってるよ。すぐ、あんたからお面返したいんでしょ。あ、そうだね。それがいいかも。鬼様、これ。ガオ、あれ？怖がってる。会ったばかりだから、すぐのこと怖いのかも。まあそうか、もともと北上の人間の人たちを信じられなくなっちゃった子だから、まあこれも無理はないか、仕方がないか。俺じゃダメみたい。神道愛から返してあげて。わかった。怖かったね。大丈夫？怪我してないかな？あ、かわいい。ポニポニオ。かわいい。なんてかわいいんじゃ。私今、かわいいとかわいいに挟まれてた。かわいいのサンドイッチ一丁上がり。毎朝お願いします。うふふ、喜んでる。神道愛には心許してるんだね。大丈夫？なんかちょっと嫉妬されてないかな。まあ許してるというか、部外者だからっていうのがいい方向に転んだだけだとは思うけど。大丈夫だよな。やっぱりさ、残りの3つのお面もオーガポンに返してあげて。ああ、まあそうだね。センターにあったやつ、あの3匹が持ってったんだっけ？穏便に話して返してもらえるのであれば返してほしいけど、戦うしかないのかな。そう、もともとはこの子のお面なのに。またあいつら襲ってくるかもわかんないし、オーガポン、守りつつ、トモッコ成敗よ。あたしたち三人で、お面取り戻したい結成ね。これ大丈夫かな？トモッコが復活したことは、村の人たちにも、まあ、いずれ、口だけでも伝わっていくだろうし、もし私たちが戦って倒しちゃったなんて、で、お面奪ったなんてなったら、それこそ、つぐりくんとゼイユさんの家族、大丈夫かな？本当に追放されるくらいになっちゃわないかな？
やるならバレないようにやらないとね。名前がいいって、そんなここでそんなこだわんなくていいって。いいよいいよ、お面取り戻したい。やな、下のあれ気になるけど反応賛成です。明暗でしょ、あんたは副リーダーにしてあげる。ゼユさんなんか微妙に子供っぽい可愛らしいところあるよね、素でやってるあたり。俺ももちろんだって。すぐりくんがいなきゃこの世のすべてが始まらない。神羅万象はすべてすぐりくんを中心に始まったと言っても過言ではないんだ。当たり前じゃん。そうと決まれば水力タウンでトモッコ情報を聞き込みよ。名探偵ピカチュウみたいになってきた。私たちでお面を取り戻すぞ。えいえい、おお。すぐりくんめっちゃちょぼ、あ、待って、ポニオくんがええって顔してる。ポニオくんかわいい。あのパジャマ欲しいな。グッズで出ないかな。 SV のね、なんかグッズとかめちゃめちゃ気合入ってるから、ゲームフリークっていうか任天堂さん欲しいな。オーガポンがついてくるようになった。え、あ、かわいい。ついてくる。あー、かわいい。じゃああれだね、街中っていうか人がいる場所はあんまり通んない方がいいね。ここか。情報を集めると、なんか、いや考えすぎかな。すぐりくん仲直りしましたみたいな雰囲気はあるんだけど、なんかね途中で黙り込んじゃったり、その新藤愛の方に心許してるみたいな、と点々点々のシーンだけあって何事もなく話進んだところとかちょっと気になるけど、考えすぎかね。まあ単純にちょっとやっぱ思うところがあるっていうぐらいの描写なのかな。イベント入ったな。あ、ああ、いや、大丈夫。鬼様は一旦隠れた方が、を、いや、まあそうだよね。オガポンどうしたの？きっと村に入りたくねえんだ。昔村人にのけ者にされたから。もう村の外観は違うだろうけど、まあでも怖いよね。確かにね。それじゃあオーガポンはここで待っててもらって、私たちだけで情報収集しに行こうか。気をつけてね、オーガポン。大丈夫かな、オーガポンちゃん。いい、かわいい。私たち村行く、オーガポンここでステイ。なんでおで人間食うみたいな感じになってんの。区切っても伝わらないものは伝わらないと思うけど、まあでも別にね、自分が分かんない国の言葉とかでも伝えようという意思でやるのが大事だよね。意外と身振り手振りとかニュアンスで伝わったりするし。 OK。 うん、わかる。なぜかこうカタカナ英語みたいなの出ちゃうのはわかる。通じる気がするよね。ほ、かわいい。ほ、やっぱダメか。いい子にしててね。あ、伝わったのか。ポニオン、なんでだ。いや、なんでだ。今のポは単純になんて言ってるかわかんないって気がしたけどね。北上の人だから怖がってるっていう感じじゃなくて、なんで私の意思は伝わったんだろうか。わっ、すげえ気持ち悪い笑い出た。
今イヒヒって出たな。一瞬編集で消そうか脳裏をよぎったけど、もうこれはしょうがないね。なるようになれ。かわいい。わかったみたい。君のすべてをわかりたい。なんでよ。北上の街めちゃくちゃ急に雨降ってくるな。まあ山の方だから気候も変わりやすいのかね。トモコの目撃情報片っ端から集めるわよ。終わったら合流ね。まあ、幸いトモコ様って風に思われているから、多分心地よく教えてくれるだろうね。隠したりする人はいないと思う。北上センターでトモコ様見たぜ。北上餅いっぱい食ってた。この情報は特にだな。キチキギス様って本当に空飛べるんだ。あの鳥の人だね。鬼ヶ山をギューンって飛んでった。一つ目を手に入れた。鬼ヶ山か。大丈夫、なんか主人公すごい困った顔してなかった？鬼ヶ山を飛んでったってことは、反対側だとし、あー、荒れ地に行った可能性はあるな。他の情報は多分あの黄色い吹き出しが出てる人は重要なんだね。トモコのイーネイヌ様、紫のマフラーが素敵ね。本当にあれマフラーか。かつて月光河のマフラー事件があったけど、真実がね、なかなかびっくりするものだけど、かっこいいけどね。荒れ地でおさん、いやー、やっぱりそうか。まあ、これほぼもう確定だろうけど、ラブラブ、あはは、これ、聞かない方がいいやつ。あ、別にこのお二人のことじゃないか。そうじゃねえか。罠だった。私たちってめっちゃラブラブなカップルだよね。だな、わしらみたいにいっつも一緒なカップルなんてポケモン界にも存在しないだろ。だよね。そこの人、もし私たちみたいにラブラブなポケモン見つけたら連れてきてみて。イベントだった。いないと思うけどな。あはは、めちゃくちゃ笑ってるね。いやでもなんかお似合いな二人かもね。一緒にいるっていうのが苦じゃないってのは結構大事なことだと思う。恋人とかになるとなんか一緒にいるのが当たり前というふうに捉えがちだけど、自分じゃない他の人と一緒にいて苦じゃない、それが幸せっていうのはね、めちゃくちゃなんていうか大切なことだと思う。2回言ったな今。すいません、なんか全然聞いちゃいけない話を聞いちゃって。あー、すぐりくん大丈夫？雨降ってるよ。大丈夫？私があなたの心の傘になる。いくら村の人でも話しかけんのテレンベ。慣れてないんだね。あー、ニコニコしてる。その笑顔を私に見せて。あ、待って、いや、やっぱこれ私が近づいた時に笑ってくれてるっぽいな。あ、かわいい。あー、振動愛来た。ニコー、かわいい。かわいいよ。プルプルしてる。こんなかわいい存在が、すぐ手の届くところにあっていいのか。で、あと一人、キチキースさんとイーネイヌさんは聞いたから、あ、うん、いや、ヌンダフルがイーネイヌか。あと、お猿さんだね。なんだっけ、あ、そう、マシマシラさんか。人が倒れていると思ったらお昼寝中のマシマシラ様じゃった。
確かに池の周りは寝心地抜群。池の周り？ポニオーかわいい。オーガポンただいま。We'll be right back.